はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はとスケジュール帳の中に入れているものと、あとは一緒に持ち運んでる筆箱を紹介していきたいと思います。学校の筆箱とはちょっと違うので、スケジュール帳をね書いてる方とかの参考になればなと思います。ポーチはこんな感じで、サンリオとサーティワンがコラボしているこのマイメロちゃんのクリアなポーチを使っています。はい、でここにはスプーンのチャーム、こんな感じです。では中身を紹介していきます。まずはこちら、これはいただいたものなんですけど、クリームピーチさんのシールになります。海外スティッカーなんですけど、可愛いのでいつか使えたらなと思って入れといてます。こちらになります。こちらはダイソーのジップバッグなんですけど、すごい可愛いですよね。この中には使えるようなシールだったりとか、あとねこの吹き出しのシールですね。これはダイソーのパステルカラーのね、すごい可愛い吹き出しで、すごくこれ使えて、すごいたくさん入って100円でお得なので、スケジュール帳とかほぼ日書いてる方にはおすすめかなと思います。あとお手紙とかにもすごい使えそうですね。で次こちらになります。こちらはと親友からもらった付箋なんですけど、誕生日の時にもらいました。誕生日プレゼントでもらったんですけど、すっごくこれ可愛くて、もったいないくて、と 1,2 枚しか使ってないんですけど、とっても可愛いです。本当に私の好みを分かってくれてて、すごく可愛い付箋をプレゼントしてくれたので、大切にこちら使っていきたいなと思って入れてます。でここの中にはこちらです。このカップケーキの付箋は視聴者さんがとファンレターの中に一緒に入れてくださったプレゼントなんですけど、すっごい可愛くて、なんかちょこっとメモするのにすごくいいので、こちら入れて早速使わせていただいてます。ありがとうございます。でこちら、この中にはこうマステのね、巻き巻きいただいたものだったりを入れてます。結構スケジュール帳にマステ使ったりするので、そういう時に使わせてもらってます。それからこちら、これはこんな感じでフレークシールなんですけど、ダイソーのスイーツの柄のもので、すっごい可愛くて使ってます。こんな感じでいろんな柄があって、とっても可愛いです。100均とは思えないクオリティで、とってもお気に入りです。それからこちらデコラッシュなんですけど、この文字ライナーっていうものなのかな、こんな感じになります。で文字の上に書いても見えるんですよ。でめっちゃこのデザインが可愛くて、すごく使えます。はい、これは結構スケジュール帳書いたりしてる方にはおすすめです。そして次こちらがマステになります。これが3本セットで買ったマステで、マインドウェーブさんのマステだったかな、細マステ。でこれはダイソーのピンクの細マステで、これが両面テープです。他のマステはトランプに巻いて持ち運んでるっていうか入れてるので、基本こういう状態であんまりねかさばるので、ポーチの中にはこれとかしか入れてないんですけど、細マステはすごくスケジュール帳にいいので使ってます。あとこの細い両面テープです。なんかメモを貼ったりするときに、付箋じゃなくても直接メモのページが数ページあるので、そこになんか記録として残して書くときとかには、両面テープとかテープのり使うんですけど、両面テープ入れといてます。こちらです。これは最近買ったものなんですけれども、こんな感じのテープのりです。はい、で次がこちらです。これはロフトに売ってるクリップなんですけど、最初どこで売ってるのかなって思って、すごくインスタで載せてる方がいて、可愛いなって思ったら、ロフトに売ってるっていう情報を聞いて行ったら売っていたので購入しました。これは濃いピンクも前に買ったんですけど、1個だけ入れてます。それからこちらです。これはいただいたシールとかを入れたりしてたんですけど、今は
自分で買ったシールを入れてます。はい、ここら辺はほぼ100均なんですけど、スケジュール帳で凝ったりお手紙書くときとかにたまに使います。はい、でペン類を紹介したいと思うんですけど、こちらが31のピンクと紫です。どっちもパステル系のカラーですごく可愛いです。でこちらが定規です。これも最近購入した定規ですね。でこちら、これがすごく良くて、このペンはすごく細くって書きやすいです。こっちはまあ割と細めなので、太すぎずすごく書きやすくて、書きやすい太さなのでね、こちら気に入ってます。はい、で最後になるんですけれども、こちらこれもいただいたものですごく大切に使ってるんですけど、こうなんていうのかな、プリントとかを何枚までいいのかな、こう留めたりできるものでこうやって使えます。これは竹井美希さんのものなんですけど、とても可愛いのでこちらは使ってます。はい、ポーチの中はこんな感じで、はい、ペンケースは以上になるんですけれども、スケジュール帳の中にちょっといろいろ入れてるのでそれを紹介します。一番前のページに入れてるものをちょっと紹介します。まずスケジュール帳はこの竹井美希さんのプードルのデザインのものを使っていて、ここには私の大好きなフェリクションの消せるペンですね。消せるペンの黒なんですけど、すごく可愛くて、見た目がピンクなのに中が黒っていうのがいいなって思って購入しましたね。で一番前のページがいろいろ入れてるので早速紹介したいと思います。ここら辺は基本付箋ですね。付箋はなんかいろいろメモちょっとずつ貼ってます。ここはミニメモをちょっと挟んでいて、ここはなんかちょっとだけこれぐらいの厚さがあるので、ここにペーパードールメイトのブックマークを入れてます。はい、で上にはねラブレターの付箋、フィルム付箋を貼ってます。でここにスケジュール帳に使うシールを入れてるので紹介します。こんな感じで、まずこれは前に購入品で紹介したシールです。まだ使ってないんですけど使うのが楽しみです。でこちら、これはすっごい、これねとってもいいんですよ。この透けてるので、例えばこうバースデーとかを日付の曜日のところに重ねると、何日誰かの誕生日とかってできるのですごく良くて、これはいいなって思ってインスタで見かけて早速購入しました。これもね、あの誕生日のところにポポポっといろんな友達のとか、あの自分のとか家族とかね貼っておこうと思います。でこれはマステ素材のこのなんかシールみたいなシールなんですけど、マステ素材でできてます。スペシャルデーとかハローとか天気とかすごい可愛くて、なんか書き込んでペタって貼るの可愛いかなと思って、これもキャンドゥで買いましたね。最初の2枚以外は、この2枚はキャンドゥです。でここは最近購入した B6 の竹井美希さんのクリアファイルで、買って入れたらちょうどだったのでね、良かったです。この中にはまだ基本あんまりまだ入れてなくて、まあでもなんかメモとか挟めたらいいかなと思ったんですけど、マイメロちゃんのメモを数枚入れてます。友達にお手紙書くのがすごく私大好きなのでしょっちゅう書いてるんですけど、こういうところにちょっと入れといたらいいかなということで入れてます。シールもねすごく可愛いので、これは少しずつ使っていきたいと思います。ほんと誕生日のやつはすごく使えるなって思って、とてもいいなって思いました。はい、こんな感じです。とこういうトゥードゥーリストとか買い物リストとか何々リスト、ここ基本私ね YouTube リストにしていて、動画撮った撮影したものを書いたりしてます。今月のいいことは基本いろいろたくさん書いたりとか、ここはね事務所のミーティングのことだったりとかを基本書いたりとか、あと学校での出来事とかをちょっと軽く書いてとまとめてます。いつ学校に行ったとかっていうのも書くようにしてますね。何時間目行ったとか書くようにして、すごい最近は自信がついてきて、だん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 時間が増えてきているので、まあ、その話は別でまた動画にしたいなって思っているんですけれども、すごいスケジュール帳を始めてから結構充実してて、いろいろなんか予定書いたりとかできるのですごくいいなって思ってます。
しかもね、後々見直しとかできるし、4月からのスケジュール帳とかも結構売ってるので、気になる方はね、ぜひ始めてみてはいかがでしょうか。すごく可愛いシール貼ったりとか、可愛いペン使ったりとかっていうのがすごく楽しいのでいいなって思います。ちなみに一番後ろのページに、ちょっとさっきも使ったあのこの付箋をね、ペーパードールメイトの付箋をこんな感じで挟んだりしてます。ここには一応名刺を1枚入れてるんですけれども、まあ名刺の話もちょっとまた今度したいなって思っているので、ちょっとお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。スケジュール帳やってる方、やろうかなって思ってる方の参考になったら嬉しいです。ではバイバーイ。